どうも、良い風景です。新女神転生4の実況プレイです。あのね、戦力強化しようと思ってたんですけど、ちょっと待って、悪魔を、これ魔王ワラクス作りましたというよりもできちゃいましたという、なんていうか、こう、悪魔、ガッター事故出てきましたね。なんか物理スキルばっかりでとんでもない、なんか使いづらい感じなんですけど、まあ使ってみようかなと思いますね。あとは、妖獣、雷獣。これはね、グレムリンが変化したんですね。目を疑ったんですけど、どういうことなんですかね。まあいいか。脈絡はよくわからないんですけどね。グレムリンがどうして雷獣なのかわからないんですけど。まあともかくそうなりましたね。まあ、じゃあこれで続きやろうかなと思いますけど、なんか、このゲームさ、あれだね。悪魔、じゃなかった、違うな。レベル上げても、あんまり強くならないね。稼ぐだけ無駄だな、これ。ここまで頑張んない。なんか、魔法の言語って言われてるけど、これ日本語だよね、どう見てもね。はい、じゃあ、まあ続きやりますかね。あと、パーティーの、防御相性の関係で2人の装備を少し変えたかな。ミキアガシオンか。話しかけてみるか。レベル12もあるな。はい、人間と喋っちゃいけないんだ。自分は悪魔だ。悪魔だったらこんなことしても平気だよな。あ、悪魔に人権はないのかそうかそうか、しつこく話しかけていく。悪い人間ってさ、一体どうしたらいいと思う？そうだね、広い心で許してやる。悪いやつを許せるなんて、兄ちゃんでかく見えてきたぞ。あれだけいいよ。あ、魔石結構増えたな。マッカ多いな。ごまかす。よし、バカめ、十分やっただろう。よしよし。あと敵殺しまくってもさ、ねえ、もらえないしね。マッカもらわないのきついよな。だから、1レベル分ぐらい稼いだつもりなんだけど。はい。まあ、いいかな。もう氷結耐性を継承できないんだよね。ナパイアは回復役にね、ナパイア優秀だね。 MP50 もあるんですけど、レベルいくつだっけ、1だっけ3だっけぐらいの時からいるけど、だからなんていうか、こう、あ、スティーブン、いや、また会ったね。スティーブンってもっと人間っぽくなかった？こいつ人間っぽくないよね。君の悪魔召喚プログラムを改良してあげよう。あ、マジで？どうなるんだろう。インフォメーションよ。はい、すれ違い通信が可能になりました。あれだね、家で一人きりでやってるからすれ違わないと思います。DDS ってなんだ。で、まあ使わないから、まあいいでしょう。まあ要するに誰かと悪魔を交換できるってことはね、それ違いで。OK かしら。OK でーす。うまく使いこなしてくれることを期待するよ。まあせっかく東京に住んでるんで、これ持ち歩いてる。これ結構昔のゲームだよね。5年くらい前のゲームかな。未来を崩すなってどういう意味だ。わーっと、足元に出やがった。なんてことだ。逃げのやつは、弱点はないのか、浜か。いや、しかし浜で攻撃できないな。何か、押していくか。左の科学は確かザン。あ、違うな。ジオだっけ？だね。あとは音で。ちょっと待て、上段来ちゃった。
敵なんかいるのか。うん、多いな。しょうがねえな。どれが一番危険なのか。でも全部ガンに弱いか。真ん中から落としていくか。雷獣がね、将棋ででかいものばっかりでね、結構使いづらいですね。どうする。ノキアで一応回復しとくか。モルカスがウードルショット持っている。どうやって戦力増やしたらいいかよくわからないね、このゲームね。どうすればいいかな、結構悩みなんですけど。前回のボスがなんか異様に強かったんで、多分レベル低いと思うんだよな。多分レベルっていうか戦力が低いと思うんですよ。ラジオチップ危ない。50しかない。物理で攻めるべきなのかな。だったら今モラクス強いのかなと思うけど、でも力あると力少し高めだけどさ、異様に高いってわけでもないし、魔王といっても結構普通に倒されますね。なんていうか、どうやって勢力を確保すればいいかよくわからんねやな。結構大問題ですよね。こっちに来ない。ストーンかとアガシオンか。アガシオンは確か仲間にしてるな。うんだ、弱点2つもあるんだ。両方ともガンに弱いのか。でもアガシオンから落としていくか。そしたら物理だ。ストーンかでも仲間にしたくないような気がするけど。あ、奇襲幕、これ前回苦労したスキルですけど、なんか命中率が低いみたいですね。あと、なんだっけ、ダウンロードコンテンツがどうも結構チート級みたいなんですよね。ってことで全然入れてないんですけど、開かない。導入しちゃってもいいかもしれないな、レベル上がるよ とかさ。うん、あっと、俺の仲間を見ろ。これは左ジオにしとくか。あとオートで行きましょう。あとクエストはあんまりやってないかな。クエストも放置するかもしれないな、難しすぎる。あ、近くにいた。これは氷結かけろということか。マハブフかけてやるか。あー、でもあとボスいるかもしれないかな。マハルブスタン結構もらえますね、ありがたいな。魔法の言語、これでも構図現場っぽいよね。なんかよくわからない世界じゃなくて、本格的によくわからないかもしれない。何が起きてもこう踊るかな感じですよね。どうするかな。ストーンか、結構やばいか。ストーンかから落としていくか。あと右にもいるから気をつけないといけない。あっと、一体落としたよな。うん、右にもいるな。こんなのいかが。あと武器ボールも買えないですね。どうすればいいかな。戦力を強化する方法、このまま行くべきかな。なんか6に買わずに、まあ、そういう話ですけど進めているので、このまま行っちゃうかな。まあ、ちょっとブリンパーだな。いいか、回避するか。これファンドじゃなくて使われてて、うわ、あ、よし、マックありがてー。これは、うん、安全帯ね。あーっとダメだ。道を開けたまえ。誰から現代のガンで、
あと右にもストンカいるか。ストンカが立ち結構やばいから、ここにしようか。結構威力出るな。てかガンが大した威力じゃないんだな多分な。あとはオートで、今は助われてる。魔石増えてきたか。魔石使っちゃってもいいかな。いやでも一部減ってないわ。うん、まあ、大したことしないよね。はい、階段を降りていった。新しいエリア、これ抜けたかな。うん、なんだ、あ、抜けたね。なんかやっぱ現代的な風景だよね。なんだこれは。足元に星空が広がってやる。綺麗。なんか街がある。都会だね。東京じゃないの、もしかして。これはかな、本当に。おい、あれ星空じゃないぞ。うっすら天井に岩盤が見える。すると、あれは汚れ人の魔法ね。建物を光らせる、読んだことがある。じゃあ、あの場所が汚れ人の里か。とんでもない場所のようだ。ん、はい、ひやわの橋で目を向けている。うん、鉄の扉がある。この広間の出入り口だろうか。しかしこの扉、取っ手らしきものがない。どう開く。教えてあげるわ。これはエレベーターというの。あ、よかった、エレベーターあるんだね。階段で降りるのかと思ったよ。各フロアを楽に昇降できる乗り物なの。サーチモード実行。エレベーターではないのかね。通電を確認したから、扉のそばのスイッチを押せば乗れるはずだわ。建物を光らせるだ、エレベーターだ。汚れ人の魔法、面白いじゃないか。なんか現代日本の都市って感じだけど、東京じゃなくて名古屋ですとかいう、そういうお茶嫌だよそういうお茶いらないよ、マスター。はい、あ、ちょっと待って、じゃあセーブ取っときますか。その強い悪魔とやらは倒しますか。あ、おびっくりした。ん、あっと、あー、上からもいたのか。右もあんだ。あー、かましそうね。まあいいか、ガンで。ワラクスの NPS 節約するべきかもしれないのかな。シーナフ2回分あるもんな。残しておくか。これよ。よし、いいぞ。あとはガン2つ打って青とか。仲間は一味違う。画伯は2体か。ちょっと戦闘を少し回避しながら行きますか。画伯長側にいるのでねあ、よし、マッカありがたい。
この先かな。あれ？どこだ？扉なかった？間違うか。見間違いか。ごめん。あっちは放電じゃなくて、放電の消費 MP が21という、とんでもないんですけど。21でかいよなぁ。ちょっとでかすぎるよな。あ、間違った。戦力集中するべきだった。あとは、右に戦力を集中しつつ、よし、いいぞ。あ、ちょっと待って、毒回復できないんだよな、今。アイテムあるかな？ポーズは持ってなくのがいないんですよね。見たこともないんですけど、どうなってるのか。ないよな、アイテムは。アイテム買えないしな、ポーズすると。あ、これ最後にディスポーズか。しょうがないな。毒厄介だな、ほんと。ポーズは持ってなくの探さないといけないってことなのかな。異物があるな。あ、違った。ごめん。一人ゴイとモスマンか。モスマンが倒してないのか。そうか。では話しかけていくかな。次は。スカウトしていきますか。あ、ダメだ。しょうがない。一人ゴイから落としていこう。うん。あとは物理か。一緒に物理通るみたいだ。よしよし。いけるか。こいつどうするかな。ガンの方がいいのかな。このよし、いいぞ。あ、なんかいろいろもらいましたね。こっちか。あれでも強力な悪魔の反応っていうのはなんかあるか。石像並んでるね。なんだここは。汚れ人の彫刻家かなんかのアトリエ。随分と精巧な表情だな、この怯える形相。ん？何か音がしたわ。この悪魔の仕業だね。素敵。今まで来た人間の中であなたたちがダントツの素敵さ。その若くて生命力あふれる死体、まさにこのメデューサ様が求めるアートよ。ああ、そうなんだ。向かってもらしくないね、メデューサとかさ。あとはミノタウロスとか、なんとなくメガテンっぽくない悪魔出るね。すごい複雑な形している。こんな人間がここへ登ってきたけど、あなたたちは最高のコレクションになりそう。さあ、ここで美しい私と共に美しい永遠を過ごしましょう。さあ、やりますかね。あなたたちにはどんなポーズをお願いしようかしら。太陽を求めて両腕を上げているのがいいわ。表情は飛ばせない。あ、目の光り方は目がテンポいいね。よし、じゃあやりますか。まあ、とりあえずいろいろかけるか。落下じゃかけていく。これ石化かけてきそうだよな。対応の仕方わからないね。落下じゃんかけておくか。結構横だとこわかったから。またここでスカッとかけて、でモラックスは次へ落下場2回も入れる。これで対応してみるか。 MP にアヒルがあるから
ウフが弱点じゃないみたいだな。パソロンショット。あ、よし、反撃発動した。あ、ジオンガだ。あ、しびれた。なんかある対応できる。入ってなくて。しびれたアイテム。金箔か。パトラストーンいっぱいあるじゃん。じゃあ、オラックス回復する。来週、電撃は効かなきっと。おそらくザンか。なるほど。では次へ回す。ザンと攻撃してみるか。よし、弱点ですから。では、モラクス、奇襲幕使ってみよう。よし、クリティカル出てくれましたね。では、これは攻撃だな。物理で。これでザン。入れない方がいいか。回復を入れるか。アイテムで。魔石あたりで。いやー、癒しの原石大したようじゃないけど、もうやらないでいいかもしれん。では、死んだかも今もったいないな。物理を攻撃。あ、よし、いいぞ。弱点は見つけたぞ。よし、ブロック。では、ここは、次へ回すか。次へ回す。レリン。メディアで回復。ザン。敵侵略。これ最後か。あ、ちょっとミスってくれた。くそ。せっかくスッカージ入れたのになぁ。ねえ、私のコレクション。これさ、この選択さ、前回無視したんですけど、なんだっけ、敵の行動に修正かかるみたいなんだよね。プラスかマイナスの。実はリスク取れないんで、ぶっちゃけ。だから全部無視しますね。これは物理か。これからも全部無視するようにします。反撃出てくれましたね。あ、よしよしよし、いいぞ。まあジオで攻撃してくるんだな。ジオに対応する装備があれば有利になるわけか。チェンジかけてもいいか。誰かいないかな。ザン使える。あ、これいいね。カクエン交換しようか。じゃあカクエンと交代しよう。じゃあこれザンいいかな。いや待ってよ、でもモラックスが危ないな。どうするかな。まあいいか。でメディア使う感じじゃないよな今な。いいか、モラックス。まあいいか、攻撃しよう。このターンは攻撃しましょう。これ通常攻撃。物理攻撃力はまあある方だもんね。ネギは入れないで、まだジャンで攻撃して。こいつ戦い。ジャンじゃない方がいいか。ここで回復か。マサキで回復するかな。砲撃1個か。まあいいか。気づくするとかは、まあ、少しずつ回復していくか。これは物理でいきますか。これはもう物理の方がいいかな。あーでも2分余裕あるな、多分確認は。3で見えた。あ、よし、いいぞ。今だ、えらいえらい。モラクス狙えている。あ、よし、反撃だ。大丈夫だ。あ、耐性あるのか今。あ、モルクスやられたか。とりあえずアイテムで回復か。メタトラストーンで回復ですね。このターン回復に回るか。メディアで回復。さらにここで増やしてメディアの方がいいかな。
これで対応して、何か悪魔入れたいかな。あ、盾になってくれた。耐性がある。核が危ない。しかしまだ大丈夫。何か出すか。来週は2作下げたのか。ナパイア、アガシオン。アガシオンのスキル確認する。グルンバーと上級。どうする。やめとくか。リスクだな、これは。科学は、マハラビン。あ、意味がないな。ライン上、今までマシか。では、落下じゃ入れとくか。これ、最後の落下じゃ。かな？いや、一回良かったかな。まあ、いいか。メディア入れちゃうか。いや、ジャンボ攻撃か。核が落とされそうですね。どうするかな。メディアと何か回復でアイテムっていいかな。ヤシの水で。よし、いいぞ。あ、来週行っても意味があるか。よし、ではザン。ホルトの MP がもうないな。ここで、物理。よし、いいぞ。ザンいいかな。これザン入れます。よし、いいぞ。さらにこれザン。これアイテムで。ヤシの水最後に行くか。あと攻撃力者どんな攻撃するか。サロンちゃん、ホルタの人気がもうないな。このまま押し切れればいいんだが。よし、ブロックした。ライン中かなり相性がいいか。よし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 、運がいいんじゃないか。ここは次回ます。ザン。あ、よし倒した。やった、初見できました。いやよ、私の体にこんなにも。このぐらいのボス戦の直前にヒールスポットがなくてきついね。お、ニュースキル見るか。あ、ポズネティありがてぇ。カクエンありがてぇ。まさに待望の悪魔。ポズネで継承させたい。まあ無理か。カクエン、あ、希望で使ってからよかったか。まあいいか。ひどい悪魔がいたものね。人を石に変えて喜ぶだなんて。気になるな。黒き侍が汚れ人の里から来ているとしたら、ミノタウロスやメデューサをどうやり過ごしていたのだろう。いや、仲間なんじゃないかい。絶対そうだよね。あとあいつは、まあいいや。手なずけるほどの猛者か。別の考え方をすれば、あるいは思っていた以上にこの任務骨が折れるかもしれないな。よし、とりあえずセーブ取って。よし、じゃとりあえず次の拠点のアラサのとこまで行きたいよな。はい。ん？人がいる。目つきの悪い男と愛想の悪い男。なんじゃいてめえら。なんでスカイから人が出てくる。この野郎、おめえらどこの町のハンターだ。ハンター？もしかしてあれが汚れ人。確かに汚れてる感じあるね。ガントレットと同じ魔法の言語を喋っているわ。あ、我々は日本語喋ってるわけじゃないんだね。おそらく汚れ人よ。それにしてもひどい訛り。力
家としてくれてんなよ。どうやってここに入り込んだか聞いてんだ。俺らのこと誰だか分からねえふりする気か。知るわけがないだろうが、俺らは上から来たんだから。上っちょおめえ。じゃあ、いや、まさか。天井から来た天使だってか。ひどい人間違いだね。いえ、僕らは東の帝。近寄ってくるんじゃねえ。天使が降りてきやった。殺される。多分あれだね、浜弱点だよねこいつらね。天使恐れすぎじゃないか。きっと浜が弱点なんだな。さあ、装備が悪いんだと思う、多分ね。逃げちゃったわ、汚れ人たち。ねえ、あれが伝説の汚れ人？伝説上の魔法使いだというから、怪物みたいな連中を想像していたけど。俺たちと変わらない姿をしていたな。それにしても、僕らを天使だなんて。なんかよくわかんない世界観だね。どうなってるんだろう。あ、ここにスカイって言ってたよな。これが汚れ人の里。なんだかひどく寂しげなところね。上から眺めた時は綺麗だと思ったのに。灰色の四角い塔ばかりだ。まるで巨大な墓石が並ぶ墓場だぜ。完全になんていうか、現代の街っていうわけではなさそうだね。後半してますね。やあ諸君、ウーゴです。あ、どうもウンコさん、どうも。無事汚れ人の里東京に到達しましたね。ああ、やっぱ名古屋じゃなかったね。東京。さよう。汚れ人どもは己らの里をそう呼ぶのです。さて今回は我ら修道院の研究の成果をお裾分けしてあげましょう。あ、なんだろう。修道院から東京のマップ画像を受信したわ。あ、ありがたいね。それを参考にして任務に励みなさい。諸君らの活躍を期待していますよ。と言っても成果を上げるまでは一切特別扱いしませんかね。あら、通信切れちゃったみたい。あのうんこ野郎ね。なんだよウーゴの野郎、いちいち気分を損むやつだな。さてこれからどうする。そのマップタイマー見てんよ。東京は広いぞ。むやみに捜索しても黒き侍は見つからないだろう。まず東京がどんな場所なのか、それを知ることが先決ね。そのためには何か目的が欲しいわ。クエストをリストに登録しておくわね。クエストね。ならこのクエストはどうだ。悪魔討伐隊の基地を見つけなさい。船が地で一人の女を捜索するのは何日でしょう。職員らの便宜を図ってクエストを発行してあげましたよ。東京にある悪魔討伐と討伐隊というのの基地を見つけなさい。なるほどね。悪魔討伐隊とは何なのかしら。それを探るのも僕ら侍の務めなのだろうよ。じゃあマップ、あら、まあ、2D マップになったぞ。はい、東京ってなってますね。じゃああ、こんなふうになってんだね。あ、メニュー開きますね。よし、じゃあ今回はここで終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。